こんにちは、Gです。もうすぐハロウィンですね。今回は厳選した役に立たない情報をお届けします。ターミナルだけを使います。Ubuntu でも Raspberry Pi OS でも OK です。トリックオアトリートの精神でお楽しみください。まずは超有名なところから。sudo apt install sl とタイプ。sl とタイプして実行します。蒸気機関車が走ります。これだけです。他に何もありません。もう一度。SL-L とタイプすると小さな機関車になります。SL-A だと機関士がヘルプと言いながら走ります。SL-F も面白いですね。詳しくは MAN SL でマニュアルが見えます。もともとはターミナルで LS コマンドをタイプミスした時の待ち時間を防ぐダミーコマンドから生まれたものです。現行版は日本の学生が作ったものが公式ディストリビューションに採用されたものです。その学生は今は東京大学生産技術研究所の教授だそうです。一通り遊んだら、sudo apt remove sl で削除します。次は、sudo apt install おねことタイプします。お猫とタイプするとカーソルポインターを猫が追いかけてきます。止めるのはコントロール C です。これもこれだけで何もないです。お猫トラで猫が虎猫になります。こんな脱力感もたまにはいいんじゃないですか？猫じゃない犬派の方はお猫ドッグをどうぞ。私はよく知らないんですが、カードキャプターさくらという漫画があったそうで、お猫さくら、お猫ともよで、漫画のキャラクターの木本さくらや大道寺ともよが追いかけるようになります。このソフトは PC9801 用に作られたのが最初と言われてますから、40年近く前に開発されたものですね。もちろんその後の改良があったからこそ今も動いてるんですが、役には立たないけど40年後にもあるってことは長くみんなに愛されてるってことですね。削除するには sudo apt remove お猫。懐かしいというか、面白いのをご紹介します。テルネット、タオル、ブリンケンライツ .nl とタイプしてください。アスキーアートで、スター・ウォーズの物語が始まります。
ラズベリーパイでリモートコンピューティングをするには SSH が利用されます。これは情報を暗号化して送信するものです。その昔、テロネットというプロトコルがあって、SSH の先祖みたいなものですが、暗号化せずにテキスト送信するんです。セキュリティガバガバで、さすがにもう使われてないかと思ったら、まだあるんですね。このスターウォーズは、テロネットであなたのラズベリーパイに送られています。スターウォーズは今も最新作が公開されるほど息の長い作品ですが、最初は1977年公開なんですね。43年前ですよ。初版公開の時は生まれてないよって人でもマニアになった人はいるんでしょうね。確かにパーソナルコンピューターの黎明期、Apple II や TRS-80、それからコモドールペットしかない時代にも、スターウォーズ関連のゲームとかありましたね。この作品は20分もあるので、申し訳ありませんが、中断します。続きは皆さんご自身でどうぞご覧ください。終わるには、コントロール右ブランケットで停止して、Q とタイプしてテルネットを抜けます。もう一つ見るだけのやつを。これも超有名なんですけど、sudo apt install cmatrix とタイプ。cmatrix? 名前だけでわかりますよね。いろいろパラメーターがあるんですが、違いが微妙なので、興味があれば、man c マトリックスをご覧ください。削除するには、sudo apt remove c マトリックスとタイプします。次は懐かしのゲームです。sudo apt install n invaders とタイプ。名前で遊び方もわかりますよね。終了するには Q をタイプします。終わったら sudo apt remove n invaders で削除。ゲームをいくつか紹介しましょう。sudo apt install pacman4 console とタイプ。名前で遊び方もわかると思うので、あとは省略します。削除の手順も同じなので、解説は省略します。今度は sudo apt install busted とタイプ。バステッドとタイプするとテトリスが始まります。同じように後片付け、削除してください。削除されたファイルはまだ残っていることがありますので、sudo apt
オートリムーブとタイプして綺麗にしておきましょう。いかがだったでしょうか？今回は古い技術や役に立たないけどクスッとするソフトをご紹介しました。半世紀近く前の技術が今でもラズパイに引き継がれてるんですね。先人の大いなる努力に心から感謝します。それでは皆さん、ハッピーハロウィーン。今回もご覧いただきありがとうございました。iPhone 12が発売になりました。なぜか全く金銭に触れないな。昔はワクワクしたのに。12? ミニ? プロ? プロマックス? なんじゃそれ。いっそ、ハイパーエクストリームウルトラメガブリリアントも作ればいいのに。買わないけど。ではまた次回。